お電話ありがとうございます。こちらはキテレツ相談ダイヤルです。おい、皆さんこんにちは、小坂でございます。今日から新しいゲームやっていこうと思います。会議かと思ったらキテレツ相談ダイヤル。もういきなりこのねレトロな感じがめちゃくちゃ凝ってますけれども、最初からでは続きからでございます。全部にボイスが入ってるんですよね。さすがフォーラカイさんのゲームですね。はい、こちらのゲーム、私が会話2などのねノベルを読んだフォーラカイさんのね新しいゲームなんですけれども、もう早速話題沸騰で、もう本当にいろんな方がねプレイされてると思うんですけれども、私まだ他の方の動画も何も見ないで初見でございます。会議をちゃんと私は見つけることができるんでしょうか。はい、最初からでございます。かしこまりました。真似したくなるねこれね。あなたの名前を教えてください。8文字まで途中で変更はできません。はい、コサカルでいきましょうかね。あ、間違えた。コサカル。はい、で、はい、いつも楽しいゲーム本当にありがとうございます。ご注意、この物語はフィクションです。実在する人物、地名、団体、事件とは一切関係ありません。おばあちゃん家の一末人形、少しずつ髪が伸びてる気がする。一末人形、人形だったらどうしよう。はい、誰かに相談できないかな。はいはい、そんな時はキテレツ相談ダイヤルにお電話ください。はい、どんな超常現象、怪奇現象、はい、心霊現象もパパッと解決。あなたのお悩みが怪異の仕業かそうでないか相談員が判定します。ああ、なるほど、そういうことだったのか。ありがとう相談員さん。怪異かもと思ったらキテレツ相談ダイヤル。このレトロな感じが素晴らしいですね。めっちゃ殴ってる。あらやだ、テレビが消えちゃったわ。もうなーに、故障、このうんぼろテレビ、このあ、中年女性だった。この音聞き覚えがある。テレビは今俺が消したんだよ。誰か入ってきたみたいだから対応して。噂の新人相談員じゃないの？何よ、だったら最初から口で言ってくれればいいじゃない。意地悪ね、まったく。このおばさんだったんですね。どうもいらっしゃい、あなたが新人さんね。待ってたのよ。ささ、こっちに座って座って。え、今のコマーシャル？あれを見てうちに来てくれたの？あら、あら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 、嬉しいわ。この時間も人手が足りないから困ってたのよ。ほら、もうすぐお夕飯時でしょ。18時前には2人だけになっちゃうの。いつもベテラン相談員の大森くんが1人で対応してるのよ。え、私？やだ、私はああいう難しいことできないわよ。オペレーターっていうの？窓口になって相談員の子たちに電話を振り分けるのが私の役割よ。一応でもお仕事されてるんですね。いや、オペレーターできる人ほんとすごいなと思うんですけどね。私電話対応だけは本当に苦手でね。でもね、やってほしそうにね絶対されるんですけどね。でね、と話が長かったかしら。また大森くんに怒られちゃうわ。それであなた、お名前は？美佐子ちゃんっていうのね。大学生なの？若いわね。あれ、美佐子ちゃんなの？私の名前は？私今名前入れたけどどこに使われるんだろう。私は信子よ、よろしく。早速だけど、どのくらいの頻度で来られる？あら、毎日？助かるわ。時間帯は18時から21時ね。じゃあまずお試しってことで、今日から1週間やってもらってもいい？ほら、うちって特殊なものは使ってるじゃない。ボランティアといえども責任はあるのよ。会員の判定なんて経験ないでしょ。だからお試し期間を設けてるの。まずは1週間頑張ってね。さっきも言ったけど、この時間は私たちしかいないから、3人で回していくことになるわ。これもさっき言ったけど、窓口は私。最初のうちは簡単そうな相談から美佐子ちゃんに振り分けるわね。慣れてきたら難易度を上げていくわ。大森くんみたいにどんな相談も判定できるようになったら一人前よ。あ、そうだ、いけない、大森くんの紹介がまだだったわ。あれが大森くんよ。今ちょうど相談中みたいね。挨拶は後にしておきましょう。ロン毛なんですかね。な
とかすごいずっと喋ってるけど、この方大丈夫ですかね。今会議に取り憑かれたりとかしてないですかね。彼は相談室ができてすぐに入ったっていうベテラン相談員だ。困ったことがあったら頼りにしてね。鳴ってる鳴ってる黒電話が。あら、やだ、電話だわ。はいはい、今出ますよ。お電話ありがとうございます。こちらはキテレツ相談ダイヤルです。はいはい、ちょっと待ってくださいね。ミサコちゃん、タイミングよく電話が来たことだし、早速やってみましょう。大丈夫よ、まずは簡単な相談からって言ったでしょ。この人、会員の名前が分かってるみたい。あ、分かってるんだ。あなたはその会員について調べて、相談の内容と照らし合わせるだけよ。それで本物の会員か判定するの。偽物は会員の情報と相談者の話のどこかが必ず食い違ってるはずだから、それを見つけ出してちょうだい。あ、マニュアルはこれね。で、会員に関する資料はこれと、あとこれも。こんなにあるのって顔してるわね。そうね、発見されてる会員だけでも1000体以上はいるらしいから、やっぱりまずは大森くんの仕事ぶりを見てもらった方がいいかもしれないわね。ほらよ、新人より最近よく目撃されてる会議をピックアップしておいた。これなら初日からでもいけるだろう。資料に名前が載ってる会議でも、今渡した会議検索用の資料になければ別の会議だと判断していい。あんたが担当する相談の会議は必ず会議検索に引っかかるってことだ。ただし存在しない会員に惑わされてる相談者もいるから、その辺はマニュアルを読んでおくんだな。念のためメモも書いておいたから。なんていうか、ま、頑張れよ。あら、いつの間に。うん、このくらいの量なら大丈夫そうね。そしたらそこの手前の席使ってくれる？テレビ電話はここがスイッチで、電話が鳴ったらここ。わかった。電話対応と会議の判定に必要なことは全部このマニュアルと資料に書いてあるから読んでおいてね。一度電話に出たら最後まで責任を持って対応してね。判定に時間をかけすぎちゃダメよ。時間制限あんのか。1人当たり長くても1時間。相談者さんも暇じゃないから、時間のチェックは怠らないように。あなたの活動時間は3時間だったわね。つまり1日3人の対応がノルマになるわ。慣れてきたら1日5人を目標にしましょう。相談中は必要に応じてメモを取ったりしてもいいけど、そっちにばかり気を取られないようにね。自分のやりやすいようにカスタマイズしてちょうだい。じゃあ心の準備ができたら行ってね。はい、マニュアルと資料がここにありますね。あと難易度設定と活動を始める。じゃあまずはマニュアルと資料読みましょうか。いっぱいあるらしいけどね。あるね、いっぱい。こんなにあるのかはい、これね、あのペーパーズプリーズっていうね、なんて言うんですかね、サモン感というかのね、ゲームを参考にしているらしいんですけれども、私そっちはやったことがないんですけれどもね。はい、なのでこの形式は初めてですけれども、どうでしょうか。はじめに、はい、このマニュアルは相談者の電話を受ける際の考え方と流れを理解するためのものです。細かな手順などについては先輩相談員の指導に従ってください。相談者の不安な気持ちに寄り添い、適切な対応を心がけましょう。はい、キテレツ、あ、合ってるか、相談ダイヤルについて。キテレツ相談ダイヤルはボランティア団体キテレツお悩み相談室が1993年4月の活動開始と同時に設置した無料電話サービス。こんだけいろいろやるんだったら無料じゃなくて有料にしてもいいと思うんだけどね。どうなんでしょうね活動の目的。人間の理解を超える会議で異常な現象は遥か昔から確認されていました。文明が発展した今の時代においても、怪異を見た、怪異の噂を聞いたといった声は後を絶ちません。仮に科学で説明できる現象であったとしても、それを判断できない私たち一般人が専門家を頼るのは簡単なことではありません。目に見えない悩み、特に霊的な悩みというのは古くから悪徳商法に利用されてきました。知識のない人が闇雲に他人に頼るのは非常に危険です。すごいね、こんなところからしっかり説明してくれるんですね。しかし家族や友人に相談しても根本的な解決は望めません。
そういった人々の駆け込み寺となるためにキテレツお悩み相談室は生まれました。私たち相談員は怪奇現象に悩み相談者の話を聞き、怪異の芝坂そうでないかを判定します。相談者の不安な気持ちを和らげながら情報を聞き出し、的確な判断をしましょう。はい、全国の相談室、はい、東京都豊島区、東京都千代田区、文京区、結構あるね。とりあえずこのページだけでも3個。はい、そして活動日時、相談室は24時間年中無休で電話を受け付けているため、相談員は自分の好きな日時に活動できます。いや結構ブラックな気がするんですけど、勉学や業務の時間を十分にとって無理のない範囲で活動しましょう。その日の活動が終わったら、常設のホワイトボードに次の活動日時を記入して帰宅してください。欠席時には霊障被害に遭っていないかどうか安否確認が必要になる。困るよ、いけない、帰って霊障に遭ってたらもう本当に悲しわりで動けないですってなったらね、結構辛いですよね。はい、活動開始の時間になる前に必ず相談室まで連絡を入れましょう。そんな連絡入れられないね、パターンってよっぽどの怪異ですよね。はい、千代田支部の相談員名簿があるんですね。はい、東さん、大森さん、あやさんかな、大和田さんとかいろいろ、信子さんは信子さんの名前だったり名字だったりバラバラですね。はい、電話番号は緊急連絡用とする悪用現金、一応エンディングもあって分岐するって言ってるから、この辺りの人たちが出てくることもあるのかな。まあ、メインのね、あのストーリーがあるんですかね。その辺りもね、知らないまま入ってますけれども、はい、初めには5ページでした。心構え、キテレツお悩み相談室はボランティア団体のため、あれ、これ読んだかな、どうだろう、相談者と金銭のやり取りすることはありません。しかしお金をもらっていないからといっていい加減な態度で相談を受けるのはご法度です。ペーパーズプリーズとか、なんか闇金とかありましたよね。あの袖の下渡して、俺ちょっと絶対通りたいから通してくれみたいなの、なんか通したりするやつとかあったりするから、お金が出てきたりするかもしんないですよね、もしかしたらね。キテレツ相談ダイヤルに頼る人々は少なくとも発生した怪奇現象に対して困っています。中には命の危険を感じ、藁にもすがる思いで助けを求める人もいます。私たち相談員は彼らにとって心の拠り所であることを忘れないようにしましょう。そして救いを求める手を取るために最大限の努力をしましょう。なんかカウンセラーみたいな感じだと思えばいいのかななんか適性ありそうな気がしますけれども、私も。はい、で、テレビ電話の対応ポイント、当相談室は現在復旧している中でも最新のテレビ電話を設置しています。はい、顔の見えない従来の電話と比べて相手をより身近に感じられるようになりました。まあ最近はね、 Teams だったりとかね、まあちょっと前でもメッセンジャーとかね、テレビ電話はもう復旧してましたけどね。ただでも今回ね、1994年っていうことで結構レトロなね時代背景だから、まあこの時の最新って感じでしょうね、きっとね。しかし顔を合わせて話せるようになった分、こちらの姿を見た相談者が不快な思いをしないように気をつけなければいけませんすごい不審な人にね、相談してるってなったらガチャッと切られるかもしれないね。次の3つのポイントを押さえて気持ちのいいやり取りを心がけてください。なんか新入社員になった気分だな。笑顔で明るく人の第一印象は顔の表情で決まり、その次の印象は声で決まると言われています。真顔でボソボソと話すと不機嫌だと思われ、相手を不快な気持ちにさせてしまいます。常に笑顔で明るくハキハキと対応するようにしましょう。はい本当に新入社員教育してるような気分になってきましたね。はい、丁寧な言葉遣い、あれ言葉遣いの遣いってこうだっけ。友達と話すような言葉遣いはもってのほかですが、必要以上に相手を立ててへりくだるような言葉遣いも不自然です。結構あえてへりくだってる人いっぱいいますけどね、ダメなのかね。ある程度の距離感を保って適切な丁寧な言葉遣いを心がけましょう。はい、かしこまりました。はい、そしてもう一個は、あー来た、清潔感のある身だしなみ。見た目がだらしない人や不潔そうな人に悩みを相談しようとは思いません。わかんないよ、なんかうさんくさい人にね聞いた方が、もしかしたらね、あの何千年の歴史の何かをね術式を持ってるとかあるかもしれないですからね。悩みを相談しようとは思いません。服装や髪型は自由ですが、清潔さが感じられるように整えておくことを忘れないでください。はい、補足、屋外からの電話や相談者の居所または環境によってお互いの姿が映らないことがあります。はいはい、あ、そういう条件で判定しないといけないところもあるんだね。
その場合でも3つのポイントを意識して不快感を与えない対応をしましょう。はい、だそうですよ。はい、心構えはここまで。で、規則。はい、なんかやっちゃいけないことがあるのかな。相談者の電話を受けるにあたり、次の規則を必ず守ってください。逸脱した行動が多く見られた場合は、相談員に不適格であると判断し、相談室を去ってもらうことになります。これゲームオーバー条件ですかね？どうでしょうね？はい。規則は大きく分けて8つあります。頭文字を取って、はい、お菓子は大事さ。お菓子大事だよね。はいはい。なんか、覚えられるかな？大丈夫かしら？これ本当にあるやつなのかな？お菓子は大事さ。初めて聞いたんですけど。どうなんだろう、後でググってみようかな。はい、お菓子は大事さの「お」、折り返し保留はしない。折り返ししないんだ。相談者のすぐ背後まで会議が迫っている可能性があります。ほう、一度電話を取ったら最後まで繋いだまま対応してください。あー、切っちゃダメなんだ。やむを得ない事情がある場合は必ず他の相談員に引き継ぎましょう。保留もダメなんだね。保留したらなんだろう、状況が変わるからってこと？まあ、一回受けたらもうつなぎっぱなしでなんとか解決までやんないといけないってことですね。承知しました。はい、次、か、干渉しすぎない。あー、なるほど。相談者に寄り添うことは重要ですが、無関係な話題やプライベートな質問はしないようにしてください。ただし信頼関係を築くために名前を尋ねることは推奨します。名前は大事ですよね。まあ、会議のね、名前も大事だろうけど、本人の名前が何かしらのキーワードになってることもありそうですからね。ニックネームでも構わないので、お互いの呼び方を決め、心の距離を縮めましょう。まあ、あとは何かの対処に必要そうですよね。はい、そしてお菓子の死、知らない、わからないは禁句。ほう、わからないことをわからないままで終わらせてしまったら相談員の役割を果たせません。怖いよ、怖い。なんかちょっとザクッとくる言葉ですね。会議の判定に必要な情報は全て資料にする、記載されているので、隅々まで確認してください。もうひたすらね、調べろと。なるほど、絶対にあるはずだと。ま、最初のうちは大丈夫でしょうね。まあ、難易度がだいぶ鬼のようになってきたら怪しいよね。はい、そしてお菓子はのは、話は最後まで聞く。最後まで聞けない状況になることってありそうだけどね。相談者の話を聞くのが私たちの役目です。相手の話を途中で遮ってしまわないように注意しましょう。どのような状況でも相手の話を最後まで聞いてから喋り始めるようにしてください。はい、こっちが遮っちゃダメってことかな。はい、まあ人の話聞くときにね、大事なことではありますよね。はい、お菓子は大事に乗った。第一に優先するべきは相談者、自分が冷笑にあってもってことかな。まあ、そこはちょっとまたあと置いといて。当相談室は相談者の悩みを解決することを目的としています。市場を挟んだり個人の価値観で物事を決めつけず、たとえどんな人物が相手でも公平に対応し判定することを心がけてください。はい、なるほど。はい、お菓子は大事のいいかな、否定をしない。はいはい、会議の判定を行うためには相談者から得られる情報が重要になります。会話中に違和感を覚えても頭ごなしに否定せず、判定の材料にしましょう。まあね、全てがね、必要情報だというふうに思っていればいいかな。そしてこれ大変そうだよね、迅速な判定。相談ダイヤルは無料電話ですが、相談者の時間は無限ではありません。いつまでも判定できずにいると相談者が待ちくたびれて電話を切ってしまいます。あー、そんなこともある。適切な質問と無駄のない推理、そして的確な判定が重要です。なるほど。そしてお菓子は大事さの最後は報告書。当相談室の電話相談は会議の判定をして終わりではありません。相談者の語る会は本物だった場合には専門家への引き継ぎが必要になります。まあ、取ったね、エビデンスみたいなね、ものをね、貯めていくってことですかね。相談者の電話番号を書き留めておき、聞いた話と合わせて報告書をまとめて会長の東まで提出してください。会長の不在時には必ずデスクの上に置いておくようにしましょう。はい、米印で屋外からの電話と緊急の相談は判定後に本部に引き継いでください、だそうですね。はい、覚えることはいっぱいありますね。もういっぱい電話来そうなあれだけれども。はい、そして相談フロー。はい、電話を取ってから切るまでの流れです。不測の事態に陥った際は先輩相談員を頼るなどして臨機応変に対応しましょう。さっきのね、アドバイスくれた名前忘れちゃった、防戦しか思い出せない。
その方にとりあえずね、あの先輩すいませんって聞かないといけないですね。1、電話を取る。お電話ありがとうございます。こちらはキテレツ相談ダイヤルです。笑顔で明るく挨拶しましょう。はい、そして名前を名乗る。〇〇が受け止まります。相手が覚えやすいようにはっきりと名乗りましょう。コサカルが受け止まります。名前はい、相談者の要件を伺う。適度に相槌を入れ、話しやすい雰囲気作りを意識してください。そして質問する。相談の対象が怪異かどうか判定するための情報を集めます。相談者の緊張をほぐすことも重要ですから、まずは相談者の名前か怪異の名前のいずれかを尋ねてみましょう。まあ、どっちか分かってたらね、まあ、どっちからでもいいかもしれないですけどね。はい、対象の怪異に関係ない質問をしたり、話を聞いている間によそ見をすると相談者からの信用を失う恐れがあるので注意してください。顔も見えてるんですよね。はい、っていうのも気にすると。はい、次 5-1、 怪異の名前を知っている。はい、相談者が怪異の名前を知っている場合は、別冊の資料から該当する怪異を探し、相談者の話と照らし合わせてみましょう。もし本物の怪異であれば、矛盾する点が一つもないはずです。逆に一つでも合致しない点があれば怪異ではないことになります。完全一致するんですね、一応資料とね。怪異の名前がわからない時に比べれば短時間で情報を絞り込めますが、怪異の判定は十分に話を聞いてから行いましょう。あ、忘れてたとかって追加情報がある時とかあるんですかね。一つ二つの情報だけでは誤った判断をしてしまいかねません。はい、 5-2、怪異の名前を知らない場合、ここ分岐ですね。相談者が怪異の名前を知らない場合は、質問を続け、資料と照らし合わせて条件が一致する怪異を探し出します。全て一致する怪異がいれば本物で、一つでも一致しなければ怪異ではありません。しかし該当する情報が点在するため、判定は慎重に行ってください。怪異の中には複数のパターンを持つ者もいます。資料は隅々まで目を通して情報を見逃さないようにしましょう。まあ何回かやっていかないとすぐにはね絞り込めないかもしれないですね。ファズモフォビアとかもねやってたらこれ役に立ちそうですけれどもね、ファズモも私やったことがございませんいつかやりたいなと思うんですけど。はい、次判定する。質問への回答をもとに、相談の対象が怪異であるか怪異でないかを判定します。一度判定を下すと取り消すことができません。誤った選択をしてしまわないように熟考して判定しましょう。 5-1 で怪異ではないを判定した時には、資料の相談者と話のどこが矛盾していたかを指摘します。 5-2 で怪異であると判断した時は、該当する怪異の名前を相談者に提示します。うん、提示するだけでいいのかな。なんかお祓いするためにこれやれとか、そういう指示は出すのかな。怪異ではないの判定時には、矛盾点を除いた情報が一致する怪異がいるので、まずはその怪異の名前を伝えて、5-1同様に矛盾点を指摘します。注意、ごく稀に相談者から聞いた怪異の独自性と資料に書かれた情報が全く一致しない場合があります。その際は怪異ではないと判定した後、該当なしと伝えましょう。相談者にどのような訳があっても深入りはせず、冷静に対応してください。もう怪異を判定することだけに本当に集中して、それ以外のことはもうノータッチっていうことですよね。まあそれをでも押し切ってくる相談者さんとかもいるのかな。はい、最後電話を切る。お電話ありがとうございました。キテレツ相談ダイヤル、コサカルが受けたまわりました。最後まで気を抜かず、笑顔で明るく挨拶しましょう。相手を気遣う言葉を付け加えるとなお良いです。電話を切るときは必ず相談者が切るのを待ってからにしましょう。これありますね。これどっちも待ち続けて謎の空白が生まれるときありますよねあと、まあ、ありがとうございましたの応酬がね3回ぐらい続くときとかありますよね仕事で電話ね、やっぱ新人さん取りますからね、その時期の時とかね、あ切ったかな、あ切ったかな、いいかな、おこれことってしなければいいかなみたいな、あとガッチャンしちゃダメなんだよね、懐かしいはい、次質問の仕方。わあ、まだあと半分ありますね。いっぱい読んだけど14ページもある、大変だ相談者に投げかけられる質問は全部ね26、はあ、26あります。結構多いね。まあでもね、必要な26個でしょうね。どんな怪異について悩んでるか即座に判断し、的確な質問をしましょう。まず1つ目、あなたの名前。相談を受けるにあたり、まずは相談者と心の距離を縮めましょう。名前は本名でなくても構いません。ニックネームでもイニシャルでも呼び名を決めることが大切です。親しみを込めて名前を呼べば良い印象を与えられるでしょう。
噛みそうな名前とか困るな。どんな感じの名前の人来るかな。はい、で次のページ。あなたのこと。相談者の年代と性別を聞きます。相談者自身が怪異の被害に遭った場合には重要な情報になります。あ、誰かを狙うと、子供だけ狙う怪異とかね、いそうですもんね。はい、相談室では各年代に当てはまる年齢を以下のように定めています。怪異のターゲットを絞り込むヒントにしましょう。はい、子供は幼稚園児から小学生、少年少女は小学生から中学生、青年が高校生から19歳、はい、若い男女が、20代、男性女性は20代から30代、中年が45。ここでも男女区別しなくなっちゃうんですね。はい、40歳から50、はい、50代、老婆、これ老期だ。え、ちょっと待った、老婆は老婆だけど、なんて読むのこれ。老人、絶対違う。どうやって読むんだろう。はい、60代からはね、老人ということですね。はい、で怪異の名前、相談者が怪異の名前を知っているかどうかは一番重要な手がかりになります。怪異の名前が分かるときと分からないときでは判定材料を集める手段が異なるので、相談者に関する質問を終えたタイミングで尋ねましょう。そしてどんな怪異、どんな特徴を持つ怪異なのかを尋ねます。怪異の名前が分からない状態での相談は怪異のタイプを絞り込むところから始めるので、忘れず聞くようにしましょう。はい、でいつ、はい、あー 5W1H かな、聞くの。怪異といつ遭遇したのかを尋ねます。出没時間に条件のある怪異であればここから絞り込むことができます。はいはい、しかし条件がない怪異や広い時間帯で出没する怪異もいるため注意が必要です。だって100体いるんですよね。うん、大変だ。相談者の中には怪異の被害に遭ってないうちに相談をする人もいます。その際はいつ出没するか知っていますか、という意味の質問となります。はい、特に記載がない限り、口述の違うかな、5校の、質問も同様です。はい、なるほどね。さあ、サクサクいかなきゃ。はい、どこで怪異とどこで遭遇したのかを尋ねます。誰が怪異の被害に遭ったのかを尋ねます。怪異を、降霊する儀式を行った、あるいはこれから行おうとしている場合は儀式に参加した、するのは誰ですか、という意味での質問となります。なんでそんな人たちが電話かけてくるんですか。安全ですかっていう意味なのかな。はい、そしてどうして怪異と遭遇してしまった原因を尋ねます。まだ怪異と遭遇していなかったり儀式によって降霊した、際は使用しません。なるほどね。はい、次、儀式の手順、米印で儀式によって降霊したする怪異の相談にのみ使用。うん、そうだね。儀式の手順を詳しく聞き怪異を絞り込みましょう。はい、そして使ったもの、これも儀式系ですね。降霊時に何を使ったのか尋ねます。道具を必要としない怪異もいるので注意しましょう。まあ、道具が必要なやつってそう、なんか強そうだよね。はい、そして次、書いたこと、これもあれですね、降霊の時ですね。はい、そして呪文もそうですね。降霊時に唱えた呪文を尋ねます。はい、呪文を必要としない怪異もいると。はい、そして書いたことのところも、筆者が不要な怪異もいるので注意しましょう。はい、いろいろ注意することが多いですね。はい、そして見た目、人型の怪異である場合、年代と性別を尋ねます。動物や無機物の怪異はどんな動物か、どんな形状の物体であるかを聞く質問となります。いろいろあるからね、確かに。そして声、怪異がどんな声をしていたかを尋ねます。見た目と声で異なる印象を持つ怪異には効果的な質問ですが、言葉を発さない怪異もいるので、注意しましょう。なんかぬぼーっと立ってるだけとかね、そういうのもあるからね。はい、そして体、髪型、服装。はい、怪異の身体的な特徴を尋ねます。体の一部が欠損している怪異であれば有力な情報となるでしょう。あ、確かにね。あー、首がないとか首だけとかね、逆になんかそういうのもありそうだよね。はい、で髪型に特徴がある怪異は数少ないですが、怪異資料に表記があった際は必ず尋ねるようにしましょう。髪型に特徴がある怪異ってなんだろうね。口裂け女とかは口だしね。髪型か、めっちゃ髪が長い、あるいは坊主頭はいるか。ぬらりひょんとか坊主だよね多分ね。ぬらりひょんで髪の毛あるのっていたっけな。はい、そして服装に特徴のある怪異はそれを由来に名付けられるケースが多いため重要なヒントになる可能性があります。確かに。はい、そして毒質、
前の3項に該当しない外見的な特徴や他の質問に当てはまらない独自性はこの質問で尋ねます。なんかラップ音がするとかそういうのかな。どのような相談でも聞くことができる質問なので積極的に使っていきましょう。会に遭遇していない状態での相談では高校の見たもの、聞いたこと、されたこと、言われたこと、起こったことで語られる情報をここで得ることができます。会員の判定時にも他に該当する項目がない時に選択するものと覚えておきましょう。まあよく使えそうですねこれね。はい、そして次、持ち物。会員の所持品を尋ねます。チェーンソーとかあるのかな。あれ会員じゃないな、あれ会員なのかな。ジェイソンとかってどうなんだろう。あーでもシザーマン、いや会員かなどっちかっていうと会かな、会かもしれない。凶器の他にも会の絞り込みに有効な独特のものを持ち歩く会もいるので積極的に尋ねてみましょう。知らないのいるかな。半分ぐらいは知ってる会が出てくると思うんだけどね。はい、そして次、どんな話。会の中にはその会にまつわる話を人から聞くと数日以内に現れるという独自性を持つものがいます。はいはい、その際にはこの質問をしてどのような話なのか尋ねましょう。はい、清めの塩を持ち帰れば相談員に被害が及ぶことはありません。いややっぱだから被害に遭うんですよね、相談員、つまり私はい、そしてどんな夢。夢の中に現れる怪異や前行のどんな話の物語中に夢の話が出てくる場合にはこの質問をしてどの夢なのか尋ねてみましょう。夢か、夢系ね、なんかいたっけな、怪異思い出せないな。はい、もうすごいあのフレディがめっちゃ出てくるけどあれは怪異なんだろうか見たもの、主に建物や土地そのものが怪異であるときに使用します。そうか、建物の怪異か。あったっけなそんなの。はい、その場で何を見たのか尋ねましょう。また上記の怪異以外にも怪異に由来するか判断がつかないが何かを見たという際にこの質問が有効です。はい、そして聞いたこと。前項同様建物や土地そのものが怪異であるときに使用します。土地の怪異ね、その場で、あ、神隠しとかそういうことかな。その場で何を聞いたのかを尋ねましょう。上記の会以外でも会に由来するか判断がつかないが何かを聞いたという際にこの質問が有効です。そして言われたこと。会に何を言われたのか尋ねます。問いかけをする会だった場合には重要な情報となりますが言葉を発さない会もいるので注意しましょう。はい、でそしてされたこと。これはめっちゃ訴えてきそうだけどね、質問者さんがね。追いかけられたり付きまとわれたりなど会から直接何かされた場合にはこの質問が有効です。はい、そして次、起こったこと。会に由来して何かが起こったり会と遭遇した後で何かが起こったという時にはこの質問で情報を得ます。はい、質問の仕方大事だね。またちょっと振り返るでしょうけれども、さあその次、しょっちゅう。あ、これは短いね。清めの塩、これ大事、絶対私の身を守ってくれるもの。会員の話題を取り扱うためか当相談室は霊的なものが寄りつきやすい傾向にあります。怖い。相談員が安心して活動できるよう室内には結界や魔除けが施されています。しかしそれらは密閉された空間に限定して効果を発揮するため相談室を一歩出れば恩恵が及ばなくなります。そこで当相談室では相談員を怪異から守るために神棚に置かれた清めの塩を持ち帰ることを義務付けています。義務ですね、あの自由にやっていいよじゃなくてもう身を守りなさいと帰宅時に一つまみ忘れず持ち帰るようにしてください。はい、もうね、取り憑かれたら仕事できないしね。はい、あ、使い方書いてある。清めの塩の使い方。家に着いたら玄関に入る前に胸、背中、足元の順に塩を振りかけ、胸、背中、足元、上からですね、前、後ろ、足、はい大事だからねこれね。塩を振りかけ手で軽く払ってください。そして疲れた時の対処疲れたくないよ。はい、相談員の身に危険が及ばないよう細心の注意を払っていますが、万が一会員に取り憑かれた場合は速やかに会長へ報告してください。知識があるからといって自己解決しようとすると最悪の事態につながる可能性があります。これデッドエンドあるんですかね、もしかして。なお、清めの塩を持ち帰らなかったり会員に遭遇しても会長への報告を行わなかった場合、団体関係者は一切の責任を負いません。まあ、なんかありそうですね、エンディングね。どうなんでしょうね。会議からの電話、やだよ
困るよ。はい、まれに会議から電話がかかってくることがありますが、慌てず騒がず、まずは相手の話を聞くようにしてください。相談ダイヤルに電話をかけてくる会議は私たちを試そうとしています。試してきてんの？別冊の資料と照らし合わせて会議かどうかを判断しましょう。判定を誤っても相談員に取り付くことはありません。あ、そうなんだ。試す、でもそれは試されてるんだからね。どうなんだろう。はい、そして次、いたずら電話。会議を語るいたずら電話が多発しています。前行と同様に話を聞き、会議かそうでないかを判断してください。まずはちゃんと相談者さんからの電話をね、先ほどのおばさんが取り継いでくれるはずですよね。はい、あのおばさんがいなくなったりして、ね自分で取らないといけないとかはあったらね、あれだけど。はい、あとはメニュー画面ですね。はい、画面の見方、今日の天気によって回分かるかもしれない。確かに雨の日じゃないと出ないとかありそうだね。今日の日付、天気、現在時刻、天気マークからカレンダーを確認できます。時間の進む速さは難易度設定によって異なります。なるほど。最初はちょっとねイージーでいこうと思いますけどね。そして活動日数、ゲーム開始から何日目なのかが表示されます。そしてメモ、相談者から聞いた話を自動手動でメモします。はい、難易度設定でオフにした場合は表示されません。手動でもできるんだね。手動って自分で打つのかな。はい、そしてテレビ電話、相談者の姿が映し出されますと。はい、ここが時計で、右上が活動何日目で、今ここの画面がメモで、メモとかメモ、ここか、あ、嘘だ、メモ一番右側だ、嘘、左でテレビ番電話のところがこの4の四角で、はいはい、ライフとかもあるね。はい、5番目、マニュアル資料、今読んでるやつですね。はい、相談室の対応マニュアルです。ゲームの遊び方や相談者に投げかけられる質問の一覧などが記載されています。はい、そして資料は、会議に関する資料がまとめられています。独自性をジャンルごとに分類した項目と各会議の情報が検索できる会議検索があります。はい、そして6番目が、項目の内容。はい、5で選択された項目の内容が表示されます。今まさにここですね、ぐるぐる。はい、そして次、会話内容、キャラクターの話した言葉が表示されます。はい、何を聞く、相談者に投げかける質問が選択肢から、はい、投げかける質問を選択肢から選びます。はい、右下の電球マークを選択すると会議判定に切り替わります。ほう、なるほど。そしてその正体は、相談の対象が会議であるか会議でないかを判定します。一度選択すると取り消せません。右下の唇マークを選択すると質問画面に戻ります。このあたり実際やり始めてからねやる感じですかね。そしてネクスト、ハート、あなたのメンタルを表したものです。判定を失敗している、不適切な対応をすると減少していき、ゼロになるとゲームオーバーです。一応ありますね。はい、そして、メニューアイコン、ノートアイコン、今までに聞いた回が、記録されていきます。そしてセーブロードがあるんですね。ここまでのプレイをセーブし、途中からやり直すことができます。そしてスキップオート、会話を高速でスキップしたり自動で進ませることができます。便利ですね。はい、そしてバックログ、はい、過去の会話を振り返ることができますと。はい、難易度設定でオフにした場合は活動中には使用できません。前の情報を聞きたくなるときあるからね。はい、なるほど。そしてコンフィグ、BGM や、SE のボリューム調節、オートモードのスピード調整、未読の会話スピキープな、この辺はもうめたい感じのやつですね。はい、タイトルはタイトル画面に戻りますと。OK です。でセーブロード、スキープオートは相談員の活動が始まると、使用できなくなりますと。はい、 OK です。で、まあ、操作方法は、まあ、ホイールもあるんだね。で、この辺は大丈夫そうですね。で、方向キーが選択肢。はい、フルスクリーンとかもね、いろいろできる。はい、ゲームパッドは使用できません。スマートフォンでのプレイは必須でしょうですと。はい、ね、おっしゃってましたね。OK! やっと全部読めたぞ。ここまで律儀に読んでる方多いかどうかわかんないですけどもね、一応全部いきました。はい、で、これここがクローズできるのか。さてと、では活動難易度設定いきましょうか。ここ新機能ね、一応ね、バージョン今のところ配布されてるものの中で一番新しいものでやってますけれどもね。判定失敗時に答え合わせをするをチェック入れると判定失敗のペナルティがつくのかな。なるほど。まあ、初めは何もやらない感じしようかな。ゲーム内時間の3時間はリアルの時間の1時間。なるほどね。初めは全部オンでいこうかな。
うん、はい。まだ初めてだからね。簡単設定でイージーノーマルハードベリーハードが選べます。そしてここでハテナで見れますね。うん、設定を難しくするとクリア後のスコアにボーナスポイントが付与されますという感じですね。はい、イージーでいきます。 OK で、やっとこの資料まだ読んでないのか、まさかの。いやー、いっぱいある。簡易検索一回ちょっと押してみようかな。これでね、いろいろできるんだね。大盛りメモっていうのもありますね。はい、簡易検索の資料、新人用の会の数、あ、新人用に会の数を限定している。はい、資料の名前が掲載されている会でも簡易検索にヒットしなければ相談の対象は別の会であると判断すべし、言ってましたねこれね。はい、で、ただしどの会の独自性にもマッチしない、存在しない会に惑わされている相談者さんもいるから、相談者さんの話と資料の情報が全く一致しない場合はマニュアルの相談フロー、はい、P6 を参照され、参照の上対処されたしと。さあ、これ多分これ全部読むのは本当に大変だと思うので、うん、儀式とか性別とかこの辺はもうやり始めてからいきましょうかね。はい、じゃあ活動を始めましょう。長かった、研修期間が。もしもし、会員のことで相談したいんですけど、いいですか？はい。まずは女の子だね。まずはお名前を聞きましょうって言ってましたよね。あなたの名前は？ニックネームでもいいんですね。じゃあ、メイコって呼んでください。はい、メイコさんですね。そして、カイのお名前聞いてもいいかな。カイの名前は杉沢村です。え、何それ、杉沢村。はあ、検索してみようか。もういきなり出てきたからね。カイ検索、杉沢村、杉沢村で出てくるんですかね。はい、はある。迷い込んだ者の命を奪う異界村、出没時間不問、出没場所青森県。そうなの。杉沢村に続く道の途中にここから先へ立ち入る者、命の保証はないと書かれた看板がある。これ本当にあるのかな。すごい面白いですけど、そうだったとしたら。村の入り口には朽ちた鳥居があり、その根元にドクロのような形の石が置かれている。でもこの物語はフィクションですって言ってたから、まあ、でも元のモデルになるものはありそうだよね。はい、村の家には乾いた血が大量にこびりついてる。めっちゃ怖いじゃん。されること、乗ってきた車に戻ると血に染まった真っ赤な手にフロントガラスを激しく打ちつけられる。めちゃくちゃ怖いじゃん。恐ろしいことにあってるけど大丈夫、メイコちゃん。ちょっと聞いてみるか、いろいろ。何されたかは聞きたいよね。いつ、どこでをとりあえず聞こうか。青森って言ってたからね。青森県にありました。合ってますね。はいはい。で、起こることは村から帰ることができた人物も数日後には失踪してしまう。あれ？メイコちゃん失踪してないよね。大丈夫かな？これどれぐらい聞いてから判断した方がいいのかな。あなたの名前、あなたのことだとどうだろうな。こと聞いてみるか。私は女で小学生です。はいはい、なるほどね。接触の原因とかか。はい、尾行、元は人里離れた山奥にある小さな村だった。昭和初期、突然発狂した村の青年が村人全員を手斧で殺害し自らの命も絶った。自治体はこの事件を隠すため地図から村を消し去る。しかし杉沢村は今でも存在し、迷い込んだ人々の命を奪うとされている。はい、類似の怪異が犬鳴村とか、犬鳴トンネルとかも一応怪異に入るんだね。いやー、そしてこれ知らないんだけど、巨頭祭ってなんだろう。こっち気になりますね。まあでもちょっと相談者さんが待ってるから、接触の原因か。どうしてかな。ドライブに行ったんですけど、山の中で道に迷ったんです。
あの時引き返していれば。あードライブだね、合ってるね。でも1個でも違ったら違うだから、ドライブ合ってるよね、車でだよねこれね。乗ってきた車に戻るとだから、ドライブ間違ってないよね。ただでもトンネルとかではないからね、どうしてとかかな。はい、ドライブに行ったんですけど、さっきと一緒だね、山の中で道に迷ったんです。はい、もうこれジャッジしちゃっていいかな、ちょっと早いかな。あとは何聞けるかな。怒ったことかな。はい、その後なんとか帰ってこられたんですけど、しばらくして家族の一人が失踪してしまいました。合ってますね、これどこまで聞こうかね。あとは時間は関係ないもんね。で、あとは見たものとかか。最初に見たのは、ここから先へ立ち入る者、命の保証はないと書かれた看板です。あーなるほどね、この文言は一緒かな。村の入り口には朽ちた鳥居があり、根元にはドクロのような形をした石が置かれていたんです。もうこれもうこれは確定でしょと思いますけどね。うん、命の保証はないですよね。で、朽ちた鳥居ドクロだよね。あとどれぐらい確定にすればいいのかわからないね。一回これで判定してみましょうか。これでもダメだったら、もっと聞いてからじゃないとダメってことになるよね。ジャッジ、その正体はカイです。なるほど、あのお姉さんの言う通り、あのお姉さんじゃない、私ですお姉さんの言う通り、あの貝は本物みたいです。これからどうしたらいいですか。わかりました、私の電話番号は四角です。専門家の人によろしく伝えてください。お姉さんのおかげで助かりそうです。どうもありがとう、また何かあれば電話しますね。はい、杉沢村でした。どう、うまくいった。あら、やったじゃない、その調子よ。今日のところは今みたいに会員の名前がわかっている相談は美佐子ちゃんの担当にするわ。合ってるかな。さあ、ここからはノルマを達成するまでノンストップよ。じゃんじゃん電話回すわね。はい、次の電話。もしもし、会の相談をお願いします。お電話ありがとうございます。キテレツ相談ダイヤル、コサカルが受けたまわります声が変わるあるある。さあ、私の名前でございます。間違えた、あなたの名前でした。ニックネームでもいいんですね。じゃあ、愛のって呼んでください。はい、で、会の名前わかってるかな。会の名前は足売りババアです。足売りババア、どんな子でしょう。さあ、会検索。足売りババア、ババアと打つのもなんかちょっと気が引けるけれども、はい、足売りババアさんいらっしゃいますね。会員検索で足を指定して欲しいかと問いかける会員。出没時間は大間が時、今はこれでもあれだよね、愛野さんが会った時が大間が時だったってことだよね。出没場所道、年齢性別老婆、持ち物大量の足が入った風呂敷、キャー怖いわー。はい、そしてターゲットが不明、行動、ターゲットに近づき以下の問いかけをする、決まり文句のイエスの。足はいらんかね。これに否定の返答をすると、片足を、ちぎり取られ、肯定すると足をくっつけられて3本足にされる。どっちも迷惑、迷惑どころの話じゃないそして尾行、対処法は自分はいらないので近くのところへ行ってくださいと別の誰かを紹介すること。
はい、類似回避はいない。別の誰か紹介してひたすらもう回避して回避してしていかないといけないんですね。いつですね、まず大間がときかを確認したい。はい、12月4日の午後6時頃、まあ一応大間がときにはなるかな。はい、で持ち物かな。風呂敷を持っていました。風呂敷あったね。風呂敷って書いてあった気がするね。どっかに書いてあったと思う。そうだね、大量の足が入った風呂敷だね。で、あとなんか特徴、見た目濃い、性別というか老人かどうかが見たいね。パニックになってしまってよく覚えてないんです。なるほど、見た目かな。老婆の姿をしていました。合ってますね。あとは誰がを一応聞いてみる。襲われたのは私です。足ついてます、あなた愛野さん。ちゃんと喋りました。されたこと、その質問は関係ないと思います。もっとちゃんと聞いてくれませんか。あれ、あ、痛い。無関係か。言われたことだね。足はいらんかねと聞かれました。別の誰かを紹介したので助かったんだと思います。あ、まあじゃあそれならね大丈夫かな。別の誰かを指定するだもんね、これもね。なるほど、大丈夫かな。じゃあもうこれ足売りババアでね、決定でいいんじゃないですか。はい、カイです。なるほど、お姉さんの言う通りあのカイは本物みたいです。これからどうしたらいいですか。わかりました、私の電話番号は四角です。ここ一緒なんですね、皆さんね。ちょっとじゃあ喋るのはしょろうかな。はい、助かりそうですかね。でもちゃんと他の人紹介してるってのは、あなたもカイの知識素晴らしいですね。私知らないですわ。足売りババアに今度会ったらそうします。そうしますっていうのもね。あら、また女の子だ。もしもし、この電話で会の相談ができるって聞いたんですけど。お電話ありがとうございます。キテレツ相談ダイヤル、コサカルが受けたまわります。あなたのお名前は。はい、ニックネームはほなみさんですね。はい、懐かしい名前ですね。なんとなく私なんか記憶にありますよ、ほなみさんっていうお名前。そして会員の名前はわかりますか。はい、会員の名前は異界エレベーターです。これ聞いたことあるな、なんとなくね。さあ調べてみましょうか。会検索、異界エレベーター、異界エレベーター。はい、エレベーターから異界に行くための儀式。はいはい、出没時間は不問、儀式と出没場所はエレベーターですね。はい、儀式の手順。はい、一人でエレベーターが設置されている10階以上の建物へ行き、エレベーターに乗ると。はい、そして4階2階6階2階10階5階の順に移動する。へえ、そうすると異界に行けるの。そして3番目が5階について若い女性が乗ってきたら1階のボタンを押す。はい、ちゃんと乗ってくるのかね、これちゃんとやったらね。そしてエレベーターは1階に降りず10階へと上がっていき、ドアが開くと異世界に繋がっている。はい、5階に着く前に誰かが乗ってきた場合儀式は失敗する。本当にありそうだよねこれね。はい、そして類似会議、出没場所エレベーターが R ボタン、エレベーターの女、エレベーターの会議、恐怖のエレベーター、地獄の女、いろいろあるんだね。すごい怖いね。じゃあ類似がいっぱいあるから、これは本当に異界エレベーターなのかを確認する必要がありますね。どんな会だったか聞いちゃっていいのかな。はい、異世界に行くための儀式で今度試すことになったんです。デタラメかどうか確認しておきたくて。なるほどね。で、どこでだね。10階以上の建物でエレベーターに乗って行います。そうだね。で、あとやり方がね気になりますよね。それ以外でなんだろうな、怒ったことは聞けるかな。あー、聞けないのか。ダメでした、無関係なものでございました。
どんな話とかでいいのかな。これも違うのかな。あー違うんだね。これは無関係です。特徴とか特質かな。私が把握してる限りでは特にありません。はいはい、服装とか髪型とか関係ないからね。あとはどこでも聞いてるし、誰がは聞けるね。私一人でやります。はいはい、一人で行くって言ってたから合ってるかな。まあ確かに。あとはあなたのこと。私は女で20代です。まあこれあんまり関係ないよね、今回に関してはね。もう聞けるものはこんなもんじゃないかなとは思うけれども、あとは見たものとかはまあまあ一応聞けるかもしれないけど、これで、ね、NG だったらもうそのまま判定いこうかな。あー関係ないなんですね、ここね。ここなかなか使いどころ難しいな。はい、では判定いきましょうかね。会議で大丈夫なんじゃないかな。これもまたダメなのかな。まあ一応会議であるでいきましょうか。はい、まあ合ってるのかな。ちょっと情報足りなかったかなとは思うけどね。試す前に電話してよかった。これからどうしたらいいですか。会を調査してくれるんですね。わかりました、お願いします。はいね、今からやろうとしてて異界に行きたいんだね、あなたは。いいんでしょうかね、異界に行きたい人そのままほっといて。さあ3本のノルマ行きましたよ。はい、美佐子ちゃん、今ので3人対応したわ。ノルマは達成したけどどうする。時間はあるし、まだ続けてみましょうか。いや大丈夫かな、これで終わりにしましょう。わかったわ、一日お疲れ様。今日一日やってみてどうだった。いい感じみたいね。その気概なら次はちょっと難しい相談を任せようかしら。明日もよろしくね。私たちはもうしばらくいるから時間があればお話ししてもいいわよ。あ、帰る前に神棚にお祈りしてお塩を一つまみもらっていってね。絶対に忘れちゃダメよ。はい、帰宅時間だ、どうしようか。はい、ここでねいろいろ話してから帰宅できるんですね。はい、まあここまでがチュートリアルかなと思うんですけれども、どうなんでしょうね。いやー、なかなかに最初だからね、全部特徴が合ってたと思うんだけれども、矛盾見つけるの結構大変そうですよね。ちょうどね区切りになったと思うので、今回はここで一回終わっておこうかなと思います。まだまだねチュートリアルですからね、今からが本番ってところですよね。では今回はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。キテレツ相談ダイヤルね、会特定お疲れ様と思ってくださる方、ぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のキテレツ相談ダイヤルでお会いいたしましょう。また次もおかさかと明日も。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。